ボーバンの防衛施設群は2008年の第32回世界遺産委員会で登録が決定されたフランスの世界遺産の一つである。追記の名手ボーバンが築いた両方式要塞など要塞や都市の城壁を対象とするものであり、ブザン山村をはじめとするフランスの12箇所に残る物件がまとめて登録された。イコモスの評価書では ボーバンの作品という名称になっていた。ボーバンの主要警観網は、ブザンソンが主導権を握る形で2005年3月30日に結成されたフランスの都市間の共同組織で、ボーバンが確立した上塞システムのうち14都市に残る代表作をまとめたネットワークである。その目的は、軍事建築家坊番の優れた作品群の活用と、 ユネスコの世界遺産リストへの登録にあった。2003年に、ブザンソン氏は、世界遺産に立候補する、可能性を検討した。市当局は、専門家たちの勧告を踏まえ、ユネスコの登録基準に合致するためには、傍番の天才性を代表する、作品群をまとめる形で立候補する必要があると、判断した。 2005年に8都市の建造物群がまとまり、2006年3月31日に、学識社会議に価値を認められた最終的な14都市のリストが成立した。世界遺産への立候補書類は、2006年1月31日に暫定リストに加えられ、2007年1月5日には、防盤没後300周年を記念して、世界遺産委員会への推薦が決まり、 2008年の第32回世界遺産委員会で正式に登録された。ただし、登録が認められたのは申請14件のうち12件のみで、バゾシュの城とベルイルアンメール島、ルパレのシタデルは登録対象として認められなかった。ボーバンの作品はある、種の記念碑的なものである。彼は150以上の要塞を考案し、実際に作り上げた。 同時にフランスを代表する巨大土木建造物群も作り上げた。それらを科学的分析を踏まえて典型的な基準に掛け合わせたのである。そうして選別された城塞などは以下の点を明らかにする代表的なものである。城塞群は保存状態の新請性の基準に関しても選別が行われた。 申請対象として選別されたものは、すべて坊番が生前に手がけたものか、彼の計画に基づいたものであり、後の時代に大きな改変が加えられておらず、坊番の思い描いた姿を忍ぶことができる物件である。さらには、選ばれた物件の総体としての景観の質も重視された。選ばれた物件は、海岸線、平原、山地など、命名の立地を通じて、 ひときわ優れた多彩な景観美を見せてくれるのである。登録対象は以下の通りである。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。